こんにちは。ご視聴ありがとうございます。東京マルイガスブローバックガスガン CQBR を紹介します。価格は59,800円。2023年10月にフロンティアさんで販売されていた最近入荷した最新のものを紹介します。 CQBR のマニュアル、フロントサイド専用のパーツで上下の微調整が可能。これトリガーガード下に開くんですね。全長は約70センチ、ストックの場所で約78センチ、重量は約3キログラムでした。マガジンは445グラム、ちょっと重めですかね。相談数は35発です。下でネジとかで止まってないので、そのまま回して大丈夫そうですね。ここまで来るとちょっと軽くなります。はい、14ミリ逆ネジ対応してますよね。サイレンサー装着すると結構長くなりますね。上から見るとこのレールがメカメカしくていいですね。サイト見ます。フロントサイトポストがっちりついてますね。上から調整できますよね。リアサイトはレール上についてて外せますと。切り替えは、はい、2段階。こちら回して左右の微調整、クリック感があります。で、こちらで調整、上下もできると。サイト見ますね。はい、こんな感じ。サイドピクチャー、ハンドガード見ますね。4面レール握るとね、やっぱこのエッジが立ちすぎてって痛いぐらいなので、手袋してた方がいいですね。ガスチューブなんかも見えます。はい、で下側にはね、アルミの板かな、見えます。外してみましょうかね。リングを下げて、あ、簡単に外れます。いいですね。で戻しますね。金属音がいいですね。割と軽い力で外れます。バーチカル細いですね。はい、多少遊びがありますかね。チャージングハンドル引きましょうか。おお、いいですね。ボルトリリースを押すと、あ、前進、軽い力で押せますね。マガジンキャッチボタン押すと、これがねちょっと硬いかも。あ、でもだんだん柔らかくなってきますね。マガジン自重で落下しますね。トリガープル見ましょうか。ちょっと遊びがあり、ここで重くなって、あ、いいですね。トリガープル見ますね。1キロはあるでしょうね。めちゃ軽ではないけど、そんな重くもないです。1428グラム。セレクター他の M4 と同様にハンマー濃くしてないとね、セーフティーに入らないです。あ、動き軽いし、クリック感もあって操作性いいですね。グリップ見ます。まあ当然ガス風呂なんでね、中空洞だし細い。握るといいですね。ガス風呂ならではの細い感じ。はい、こんな感じになります。ストック見ますね。はい、上から根元スリングつけるところがあり、下押せば軽い力で長さの調整ができると。で後ろはラバーと。通常分解マガジン、あ、ちょっと硬いかも。抜いてピンを押します。あ、これ工具なしでいけそうですかね。引っ張ってここで止まると。あ、もうすでに抜けそう。はい、アッパーが外れました。いいですね。でチャージングハンドルと一緒にボルト抜きますと。はい、ボルトは 217g でした。表面グリスかな、結構塗られてますね。組みますね。ハンドルをセットして、でボルト入れます。 CQBR コンパクトでいいですよね。はい、そしてアッパーを入れると。ちょっとこう指入れてた方がいいか。はい、でピンを戻して完了。いいですね。ガス入れますね。はい、20g ぐらいですかね。明確な吹き出しがあるまで入れます。どうでしょう。
あ、入りました。エアガン競技 APS カップの的を5メートル9メートル先に置きました。いいですね。お、サイト通り。なんかちょっとホップがかかってるみたいですね。おお、フルでもね、すごいしっかり動きますね。リコイル楽しい。こう抑えようとしてもね、こう抑えきれない感じがたまらないですね。ちゃんとホールドオープンもしました。ちょっとね、肌寒い感じなんですけど調子いいですね。ガスの消費量を計算すると1発あたり 0.22g でガス1チャージ118発打てる計算です。初速66 65.5 63.2 61.1 61.6 61.1 62.6 63.1 61.3 61.9 61.3、サイクルは10.4発毎秒。足も行きますね。50センチ離して91.4真横、111.65は 112.2 デシベルでした。スティールチャレンジをラウンドアバウト打ちます。ガスがなかった。やっぱりね、サイト通りピチッといくし、まあ、リコイルがね心地よいですね、はい、ガス切れても今みたいな感じでこう破綻しない感じもね、やっぱり丸井さんよくできてますね、はい、オープン調整しますね。玉 0.2g で普通に打つと上がりますね。一番手前にしたらどうなるかな。前にやってゼロホップかな、はい、これでいい気がするんですけどね。だからエアガン競技 APS カップのブルーザイ打ちます。いや、いいですね。トリガーキレがよく、リコイルも楽しいです。ちょっと右上に集まりましたけど、グルーピングいいですね。CQBR のガス風呂、コンパクトでね、性能もよく安定してましたね。以前にもね、東京マラソンのガス風呂いっぱい紹介しているので、まあ、こういった系のライフルを選ぶ時の何か参考になれば嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。